バー半分が学歴中。その中でまあ誰かがね受験したいっていうことで、どこの予備校に？愛知県立大学ってところ行きました。アメリアテアが出てきた時にめっちゃ陸飛んできて、なんか太鼓が来たみたいな。宇治範囲に今年編入しました。始めました、モテチャンネルです。さあ、大状態だな。うるさい、多いな。うるさい。多いな。はい、誰なんですか。はい、私たち、アイドル失格です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、本当はあれなんでしょう、メンバー、もう一人いるんですね。あ、はい、そうです。紫色のニビーちゃんって子が今日はお休みなんです。まあ、今5人いるわけですけど、もう、まあ、わけわかんない。多分見てる人もね、なんで、なんで一人だけ男なのとかっていうのもあるんですよ。あ、女の子なんで一応。え？はい。はい、じゃない。実はね、まあ、うちの編集マンですからね。はい、実は。もう2年ぐらい。はい、そんな経った？そんなに経ってる？1年は経ってる。1年は経ってる。そうですよね、はい。まあ、ほとんどは僕やってますけど、うん、月に何本かは、はい、はい、やってます。うちが横田さんとか、はい、大きいイベントの時。そうですね、ユジンさんの。あ、そう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 、とか、ね。そんな早く出さなくていいとき、ね。あ、そうですね、はい。余裕がある時の。はい、そうなんですが、名前をじゃあ言ってあげてください。はい、アイドル失格黄色担当のルーです。バイオレットさんとプロデューサーのエンジテアです。コバルトブルー担当ショメさんです。パールホワイト担当の月天です。はい、エニカスグリーン担当のミータンことミュントです。何、ヤニカス？笑ってしまった。そんな、いいの、ヤニカスとかそんな色。あ、大丈夫です。公言してます。ちょっと押してけと言われたの。はい、あと今日お休みの子はエチエチパープルのニビーちゃんです。大丈夫なの？こうやって自分で編集しないから。そんなこの中でまあ誰かがねちょっと受験したいっていうことで、はい。誰なんですか、誰がやるんですか。誰誰誰、いや、ちょあ、自分が。はい、受験をすることにしたんですけど、ちょっとがっかりですね、多分ね。85% 男性ですから、うち。あ、なるほど、はい、やっぱ夏希店に受験してもらうしかないんじゃない。じゃあちょっと聞かなきゃいけないんで、はい、じゃあまずどこを目指すとか。目指している大学は慶応義塾大学の経済学部です。あ、経済、はい、はい、なんで。もともと自分受験をしてたんですね。で、不合格になってしまって。なんちゃダメよ。まあ、ちはそう、で、それで慶応の経済学部をなぜ志望してるかっていうと、行動経済学の学問がありまして、はい、で、そこの、 星野さんという教授がいまして、その方が結構行動経済学の学問を追求している方で、そこのゼミに入りたいなと思いまして。星野源、はい、星野源ではないですね。あ、歌ってはないんですけど。こういうの何も反応しないんですよ。何にも。はい、なるほど、はい、行動経済学をやりたいと。そうですね、まあ、っていうのもあるのと、うん、あとシンプルにその、もともと自分受験を始めたきっかけなんですけど、高3の時に大学行くつもりはなかったんですけど、その時に出会った早稲田を通っていた方がいまして、その方と、まあ、接していくうちに、まあ、早稲田大学いいなと思って、その対になるじゃないですけど、うん、まあ、慶応義塾大学というところがあって、っていうところで、まあ、なんか早慶に興味を持つというか。じゃあ早稲田じゃない、ね、早稲田ではないですね。その中でも学びたいものがやっぱりその行動経済学だったので、うん、嘘だろ、はい、国語解けないからだろ。そもそもだって早稲田だったじゃん。そうだよ、早稲田志望だった。いや、もともとね。言われてる。アイドル活動は、あ、もうもちろんそれも続けつつ。あ、休止はしないんですね。休止はしないですね、はい、もう並行でやっていこうかなっていうのがあります。でもなんでアイドルになったんですか。いや、それが結構うちのグループ特殊で。じゃあどう見てもこのリーダーの全員友達で構成されてるんですよ。はいはいはい。で、自分ももともと友人だったんですけど、はいはいはい、それでまあアイドルをしないかって誘われて、ちょっと断ってはいたんですけど、うん、なんかまあ無理やり、うん、そう、なんかメンバーが全然集まらない時に、なんか誘いたい時にもう何人決まってるよみたいな数を言いたかったんですよ、うん、そうした方が安心してみんな入ってくれるから、うん、で、頭数に入れたくて、お前はもう入ってるよみたいな感じで、うん、3ヶ月間洗脳し続けたら、みんなで顔合わせした時にしれっといた。参加するみたいな感じだったよ ね、いつの間にか。いつからやってんの活動自体は。去年の12月24日からで、うん、あの、今日ちょうど半年。そうだね、うん、イエーイ。あ、じゃあもう受験の頃にも解散って感じ。いやいやいや。で、カテゴリーとしては地下アイドルになるか。あ、そうです、地下アイドルです。でも事務所とかに所属してなくて、うん、セルフプロデュースっていう形をとってて、うんうん、
まず全部自分たちでライブのブッキングとかこの衣装制作とかあと楽曲とかも全部自分たちで用意してて、うん、なんか独立して頑張ろうぜみたいなグループです。へー、そういう感じでやってる。でもどうする、受験したら収入ないでしょ、だって地下アイドルって。あ、そっか、でも事務所に所属してないから搾取はされないのか。あ、そうなんです。マージン抜かれないんで、うちらバック高いから、うん、それいいやだ。まあまあいいけど、はい、でもね、一応英検準1は取った。あ、そうですね、はい、英検準1級は。ちなみに私も英検準1持ってます。あ、そうなの。英検準1までは持ってない。低いマウント出たんです。え、でも夏来ても英語できるよね。うん。国際だもんね。うん、国際だもんね。国際系の短大。短大、うん、あー、知ってるじゃない、うちのチャンネル来てんだから短大ってワードは。あ、そうだね。学歴中が失敗見てるから、ね。はい、じゃあまあでも大学は行ってないわけです、ね。行ってないです。はい。いいですか、他のメンバー紹介しなくていいですか。あ、でもぜひ紹介したいです。結構個性的なので。アイドル失格のここがすごい。いきなり、はい。メンバーの半分が学歴中。そうなの。半分？三人か。そしたら、まあ、ここの3人が浪人経験者。うん、あ、なんですね、うん、なのでやっぱ学歴には自分で残れてしまう。バレてるバレてる浪人は。どこの予備校に行ったんですか。私は美術系で、あ、はいはいはい、特殊なんですけど、うん、絵ですか。絵ですね。どこだっけ、大学志望してたの。東京芸大です。あ、上野にある。あ、そうです。ところね、はいはいはい、まあ、毎年やっぱ一定数目指してる人はいるので、うん、はい、いいとこですよ。じゃあ他の教科もちゃんとやったんですね。ああ、古文とか。ああ、一応やりました。予備校どこ行ってたとか言えないかな。ちょっとそれはなんか予備校がまず限られちゃうので、なんか絵の予備校で。あ、そうです。ああ、なるほどなるほど。本当にヤニカスって言ってたんだね。嘘だって。嘘だって。聞き間違えたのかと思って言ったら本当だった。じゃあそのよくあの箱とかの喫煙所あるじゃないですか。ああ、その衣装のままこうやって吸って。タバコケースもあるよね、衣装に。タバコケースが見える。マルボロみたいな。なるほど、ね、確かにマルボロ色。衣装の方がメントール色ね、はい、なるほど。じゃあ次は夏着ていく。はい、はい、いや、自分の自己アピールみたいな。マックが好きなんで。あ、そう、一番好き。どっちの。こっち。そう。大丈夫ですか、音量のやつが全然バーが飲みやん。夏期店はでかい声出せないんですよ。カメラとかね、人前じゃないとめっちゃでかい声出るけど。それダメじゃん。アイドル失格じゃん。失格じゃん、やばい。それだけでいいですか。もうこれやってますとか、これやってましたみたいなの。以上です。じゃあシャメさん。はいはい、なんか言ってほしい。ああ、聞いてほしいってこと。何ができるよねみたいな。ダンスだよね。この中で一番そうダンスが上手で。あ、はい、振り付けしてます。おー、はい、振り付けもしてくれたりとか。レオグラフィーをしてるわけですね。ん頑張って準1級。ごめんなさい。なんかやってたんですか、ダンスは。ヒップホップとハウスをやってました。終わった。終わった。サメが好きです。お、名前がその、はい、シャメさんっていう名前はサメが好きだからそこから来てて、サメとシャークをつけてシャメなんですか。そう、そうだ、シャメさんで、うん、じゃあちょっとハウスをお願いします。やだ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 。ハウスってシャメさん今エラ呼吸だから難しい、ね、そう、エラ呼吸なの。こういう感じがハウスだよね、足の動きが。そう、足でなんか踊るみたいな。まあ、やっぱハウスはね、足の動きが特徴的ですからね。うん、分かる人には分かるんですけど。尾びれの動き。はい。死ぬ。みんなが冷めたところで、はい、行きましょう。はい。はい。シャメちゃん、シャメちゃん。はい。エンジテアです。リーダーで、プロデューサーです。運営は私がやってます。なんでそんな名前なの。適当につけました。ほんまか。エンジ色が好きだから。あ、そう、エンジニアとかじゃないよ。あ、全然そういうプログラミングとかわからないです。テアっていうのをつくんですか。ほら、アメリアテアとか。あ、そうです、アメリアテアのテアと一緒。そう、だからアメリアテアが出てきた時にめっちゃリプ飛んできて、なんか太鼓が来たぞみたいな。予備校はどこに行ってたんですか。え、予備校とか塾とか通ったことなくて、うん、全部独学で、そう、一応なんか愛知県立大学ってところ行きました、うん、すごい、がっつり言うんだね。
大学。あ、もうでも辞めたんで。辞めたん、あの編入したんですよね。辞めて、あのアイドル東京で立ち上げちゃって愛知に帰れなくなっちゃったんで、宇治原に今年編入しました。1個1個はサイバー大学めっちゃ詳しい。そうだね、宇治原って通うの？あ、でもほとんどパソコンで受けてます、ズームで。うん、あそこお茶の水にある。あ、そうです、そうです、お茶の水のトフル受ける会場と同じ建物に入ってますね。でもそう、ちゃんとしたビルの中にあるから会社みたいだよね。そこだからトフル受ける人とか英検の CBT とか、まあそこです、会場。都内の一番大きなところですね。それこそデジハリとかはね、あのよく模試でそう、冗談で書くやつ冗談で書くみたいな。書いたことある人はーい書いたことないの？え、ないよ。え、ないの？嘘じゃん。電子大学とか書かないの？電子大学ベテランチラブ言ってるやつね。そうなの。地張りに愛知県立から編入する人がいないんじゃない？いないし、なんか愛知県立大学の人に大学辞めますみたいな、なんで辞めるんですかって言われて、うん、編入するからですって言って、編入先どこですかって聞かれた時にデジタルハリウッド大学ですって言ったら、それは大学ですかって言われた。新しいしね、まあ、確かに。え、でも本当はデジハリ行く気なくて千葉大受けたら落ちました、変に。あ、残念。千葉大だったらちょっと誇らしく言ってたの、うん、ちょっと最近塩らしい学歴に関してでもみんな生きられてるんですか？収入大丈夫なんですか？もうアイドルと言ったらもう収入大丈夫なのか心配問題が。でもうちら基本的に活動が土日だけなんで。あ、なるほど、うん、土日だけにしては結構いいバイトぐらいにはもらってるよね。そうだね、まあ、うん、そっか、確かに間がいないからね。そうなんですよ。で、じゃあ土日はアイドル活動してると。はい、そうですね。で、あとは編集か。勉強できるんですか、そもそも？まあ、なんとか時間は作ろうかなって思って。なるほど。はい、あと最近までその英語の勉強はずっと続けていて、はい、つい先週、うん、英検 の、うん、あの1級の受験をしていて、もう落ちてしまったんですけど、はい、まあ、継続的には続けてはいるので、まあ、なんとか頑張っていこうかなって思ってます。なるほど、はい。え、私のチャンネル見てますか？あ、見てます。何されるか分かってますね。いろいろ、まあ、さらされるのかなっていう。ということで、じゃあ、はい、本当にできるのかチェックします。お、え、今ですか？当たり前ですよ。マジか。イエーイ。みんなは一緒にやりましょう。じゃあ、はい、もらえますか。はい、じゃあ次はちゃんと学力をチェックしますので、はい、大丈夫ですね。ちょっと頑張ります。やば、はい、やばい。楽しみ。よし、では行きましょう。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。